さん方どうもそうじゃないそうですということで、昨日斉藤飛鳥卒業コンサートの当落があって、当落動画出した通り僕は2日間とも落選でした。めちゃくちゃ落ち込みました。めちゃくちゃ落ち込んだし、もう正直今も立ち直れてないというか、今も全然立ち直れてなくて、まあ今ね、めちゃ元気に喋ってたりとか、まあ昨日もね、生配信したりとか、ツイッターのスペースとかで元気な感じでね、話してたと思うんですけど、心はもう真っ黒黒、さつきとみーもびっくりなぐらい真っ黒黒すぎて、もう正直何も考えれてなかったし、本当にコメントをね、読むだけっていう感じで、もう元気な風に見せつつ全然落ち込んでたんですけど、もう全然立ち直れてなかったんですけど、で、一日経って全然立ち直れなくて、まあ今日別の動画をね、撮ろうと思ったんですけど、動画撮ろうと思ったら、もう昨日のご用意できませんでしたの文字がフラッシュバックしてくるのね。だからもう全然撮れなくて、ちょっとね、急遽こんな動画にね、なっちゃってるんですけど、昨日のね、アシカちゃんの卒コンの当落関連で結構いろいろあったみたいで、まあ、まず僕のことからすると、僕昨日当落動画出したと思うんですけど、まあ、今もね、多分コメントたくさん書かれてると思うんですけど、まあ、もう本当に何でも書いてください。もうね、笑ってください。アシカちゃん推しって言っといて当たってないわけですから、もう笑ってくださいよ。ざまーとか、ね、反応キモいとか、もう何でもいいっすよ。もうそしたらね、僕はもう救われるんで、もう何でも書いていただけたらなって、もう何でも受け入れますと、いう感じだし、まあ、あとはアシカちゃん推しじゃない人がね、応募するということというか、そのね、その卒コンで、最後の卒コンで、そのアスカちゃん推しじゃない人が、もうね、もちろん今回当たったと思うんですけど、まあ、その云々、その云々に関して、昨日の生配信でも、まあ、登録動画 のコメントにもあるかもしれないですけど、そのお前もね、まあ、僕も応募してましたから、アスカちゃん以外の卒コンとか、卒業セレモニーとかも応募して、まあ、当たったりもして、行ったりもね、してたから、まあ、それのね、その気持ちが分かったかみたいな、ね、お前も応募してたから今回外れたんだみたいな、コメントもあったんですけど、それに関しては僕、マジで何とも思ってないというか、もう全員応募していいと思ってて、乃木坂好きだったらね、まあその転売屋が一番ごめん、転売屋は僕許せないけど、それ以外の人、乃木坂本当に好きでね、アスカちゃん推しじゃないけどっていう人はもう全員マジで応募していいと思ってる。もちろんアスカちゃん推しはもちろんですけど、アスカちゃん推しで、もうアスカちゃんの卒業コンサート本当にラストですよ。アスカちゃんのラストだから、アスカちゃん推しの人しか応募してほしくない、アスカちゃん推し以外は応募しないでくださいっていう気持ちも、まあめちゃくちゃわかるんだけど、まあ、これもアスカちゃんに限らずだけど、めちゃくちゃわかるけど、まあでも全員応募できるわけだから、そういう風になってるわけだから、でしかも乃木坂好きな人でね、アスカちゃん推しじゃなくても乃木坂好きな人だったら、アスカちゃん大好きやん、アスカちゃん大好きな気持ちがあって、アスカちゃん最後見届けたいっていう気持ちはあるわけだから、もうそれは本当にもう全員ね、僕は応募していいなって思ってて、まあ、僕も自身もね、そのアスカちゃん以外の自分の推しじゃない卒業コンサートだったり卒業セレモニー今まで応募してきたわけだから、もうそれはもう本当に全然いいなって思ってて、今回僕はアスカちゃん推しで2日間外れたけど、でもアスカちゃん推しではないけど、ね、今回行きたいって思って応募して当たった人もめちゃくちゃたくさんいると思うけど、もう本当にその人たちにはおめでとうっていう気持ちしかないし、まあ本当になんか他の人っていうよりは自分が当てられなかったっていうね、まあ運がなかったっていうね、ところで、本当に自分が何やねんって、自分にね、悔しいというか、ね、残念やなっていう気持ちがあって落ち込んでるんで、もう本当に他の人関係ないというか、まあそういうところはね、もう全然誰でも応募していいんじゃないかなって、今回のアスカちゃんの卒コンもそうだし、まあ、過去のね、アスカちゃん以外だったり、今後来るね、アスカちゃん以外の卒業ね、最後のステージとかは、本当に誰でも応募していいなって思っている派ではあるんで、そこはもう本当に誰が応募してもいいというか、もう誰でも応募できる権利があるわけだから、まあ、それもいいなって、その中で当てていかないといけないっていうね、ことだから、まあ、それはもう、いいなっていう。まあ、だから本当に転売ヤーだけだね、唯一。もう全員応募していいと思ってるけど、乃木坂好きな人は。もう転売ヤーだけはゴミ。転売目的で応募してるやつだけはもう許せないっていう感じで、もう、まあ、僕が許せないのは転売ヤーぐらいですね。まだやっぱ結構僕と同じように2日間とも落選っていう、全落ちしたっていう人が結構多くて、東京ドームで2日間あって、もうそんだけっていうのはもう本当に改めて、アスカちゃんの凄さを実感しますよね。斉藤アスカの凄さ。もうそこでなんとか耐えてるみたいなとこもあるからね。うちのアスカさん凄すぎないかと。うちのっていうのやめて。やっぱアスカちゃん最強なんやなっていうのを、そこも、もうめちゃめちゃ嬉しいというか、個人的にアスカちゃん推しとしては。やっぱアスカちゃんって最強なんだなって。全然全落ちだけど、そこはもうなんか、ね、誇らしいもんね。アスカちゃんってやっぱすごいんだぞと。そんな感じでいろいろあったみたいで、まあ僕は今回ね、2日間とも落選して、もうめちゃくちゃ落ち込んでるし、正直今も立ち直れてないんですけど、まあでもまだ完全に終わったわけじゃないっていうのがでかくて、まあ、まだモバイル2時も多分あると思うし、まあ一般はね、確実にあると思うから、まだチャンスはあるっていうところで、そこでなんとか耐えてる状態というか、まだ完全に終わったわけじゃないっていう、まだ行ける可能性はあるっていうね、感じだから、まあまあ僕行きますよ。こういうやつ外れるからね。いや僕ちょっと出遅れたけどさ、みんな当選した人ね、ちょっと出遅れたけど、すぐ追いつきますから僕も、モバイル2時が一般で、追いつきますから待っててください。もう絶対行くから、もう絶対行くんで、本当に行くから、もう僕追いつくからね、キモータイ来るよって、キモータもちゃんと行くよっていうね、感じなんで、まあまだね、全然諦めてはないんで、まだまだね、僕は行く気満々なんでね、アスカちゃんのソコンは行く気
満々なんで、そんな感じでね、今回は昨日の落選で僕ちょっと立ち直れなかったので、あのこんなね意味わからない動画撮ったんですけど、まあこのコメントにもね書いてくださいよ、もうね気持ち悪いぞと。ということで今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter と Instagram もやっておりますので、概要欄からフォローしていただけたら嬉しいです。バイバイ。さよならもう全ての散りゆく花に奪われて、何度も何度でも名前を呼んだ、そんな春がもう嫌いだ。